愛知県立津島高等学校は愛知県津島市宮川町にある公立の高等学校である。津島町長の小島音三郎の尽力で愛知県第三中学校が海部郡津島町に誘致され1900年4月に開校した。1915年7月には津島町立高等女学校が開校している。戦後の1948年には両校が統合され、 現在の愛知県立津島高等学校となった。教育基本法及び学校教育法の精神にのっとり、個人の尊厳を重んじ、自らを厳しく律するとともに、平和的な国家及び、社会の優位な形成者としての資質の育成を目標とする。そのため、次の各点に留意して、知、徳、体の調和ある人格の育成にあたる。愛知県第三中学校の 三両と旧津島工場の下がり富士をデザインしたもの効果は、新寺、清の作曲。歌詞は、岡野への、と、歴史的金遣いで表記される。また、津島の名は三番まである歌詞の中では一度しか出てこない。交渉は、旧津島中学の交渉である三両と旧津島工場の交渉である下がり富士とを併用したデザインである。1947年、 第19回選抜中等学校野球大会に出場。抽選で1回戦はなし。2回戦の松江中との対戦が初戦となり1から0で勝利したが、準々決勝は気流中2-2-3で敗れた。また、愛知県高野連より第83回選抜高校野球大会の21世紀枠候補に選ばれ、毎日新聞社中部本社より表彰され、 愛知県公野連から記念の盾が贈られた。校内には正義の女神の像が飾られている。これは2010年に創立110周年を記念して、当時三領会会長であった千賀修一が寄贈したもので、9月11日に除幕式が行われた。愛知県の公立高校では唯一スーパーグローバルハイスクールのアソシエート校の指定を受けている。 ありがとうございます。